ブンブン。ハローイチュー。どうも、サルです。今回はこちら、今画面に表示しています、この最新のスマートフォンをご紹介したいと思います。この製品は、アマゾンなどで販売されている格安のスマホでもおなじみのユミデジの製品になります。そして、ユミデジの最新機種が今回ご紹介するこのモデル、ユミデジバイソン GT というモデルになります。次々としましては、同じモデル名、ユミデジバイソン というモデルは、ちょうど昨年の末に発売されましたが、その上位モデルという位置づけの製品になっています。ですので、ユミネジバイソンと同じく、この最新機種のバイソン g t につきましてもタグネススマホとなっています。では、まずはじめにこちらのモデル、どういったスペックなのか、主なスペックからご紹介したいと思います。そのスペックはこちらになります。今回ご紹介する最新機種、ユミネジバイソン g t が、 この表の左側、緑の枠でかかっているスペックになります。一方、参考までに昨年末に発売されたイメージバイソンのスペックも表の右側の方に記載しています。最新機種のイメージバイソン GT につきましては、CPU がメディアテックのヘリオ G95、RAM は 8GB、ROM は 128GB、ディスプレイは6.67インチ、解像度は 2400×1080 ドット、 カメラは背面のアウトカメラが合計4つのカメラを搭載しており、6400万画素のメインセンサーに加え、1600万画素の超広角レンズ、500万画素のマクロレンズに500万画素の深度測定カメラという構成になります。前面のインカメラにつきましては3200万画素、バッテリーは 5150mAh で、OS は Android 10となります。 参考までに掲載しているユティバイソンにつきましてはこんな感じ CPU はヘリオ P60 RAM は少し容量の少ない 6GB あと大きな違いとしてはこの分ディスプレイサイズで最新機種のバイソン GT は6.67インチとタグネススマホの中でもかなり大型のディスプレイを搭載しているのに対しバイソンの方はそれよりも一回り小さな6.3インチとなっていました ディスペイサイズが小さいこともあり、解像度も少し下がって、あと、カメラにつきましては、ほとんど同じような仕様ではあるものの、背面のアウトカメラのメインセンサーが4800万ガスと、画素数が少し減っています。また、それはインカメラの方も同じで、画素数が2400万ガスと、こちらも画素数が下がっており、また、ボディ自体のサイズも小さいということもありますので、バイソンの方はバッテリーよりは 5000mAh となっていました。 ですの角熱スマホの中では珍しいタブネススマということで昨年このユミデジバイソンを買える方も多いかもしれませんが欠点としましては価格は安いだけあって CPU もいまだにヘリオ P60 を搭載しておりやや処理速度的には見劣りするモデルでしたちなみにこのヘリオ P60 というのはアンツッツで大体15万点ぐらいのスコアをマークする CPU ですが先日ユミデジから発表された最新機種 ユミデジバイソン GT に搭載されるヘリオ g 9 5という CPU はメディアティックの CPU にしては珍しくかなりハイスペックな CPU となっておりだいたいアンツッツのベンチマークで30万点ぐらいをマークする CPU になりますですのでバイソン発売から半年も経過していない時点ではありますが今回登場した最新機種のバイソン GT はいきなり CPU の処理性能が2倍になったということになりますボディデザインについてはこんな感じ デザインにつきましては、バイソンとそこまで大きな違いはなく、ほとんどデザインの提出としても同じになっています。ただ、細かいところを見ていきますと、少し見えづらいですが、このインカメラ。バイソンの方は小さなノッチの中にカメラが格納されていましたが、バイソン GT ではそれがパンチホールタイプに変わっています。ディスプレイサイズが大きくなった上、カメラもパンチホールになったということで、より大画面を活かした操作ができるようになっています。 カメラのレイアウトとしてはこんな感じ。カメラの配置方法としましては、同じ中華メーカーのスマホで言いますと、フ a ーウ w イの P40 などと同じように、超方形の枠の中にカメラが格納されるタイプになります。カメラの配置方法としましては、本体を横に向けて持った際に、一番左側に来るこの部分が1600万画素の超広角レンズ、その隣が6400万画素のメインセンサーに、 その隣が震度測定カメラ。一段下に搭載されているのがマクロカメラになります。弓ネジがスマホに搭載するカメラの中では、6400万画素のメインセンサーはかなり高画素そうで、こちらの公式ページの方でもその画質がアピールされています。動画につきましては、4K の動画撮影にも対応となっています。また何と言ってもタフネススマホで、当然のことながら防水にも対応していますので、 ここのよううな水中撮影も行うことができます。特に水中の場合どうしても光の屈折の関係上カメラの画角が狭くなってしまいますがこのカメラであればこの部分一番左のカメラは超広角レンズとなっていますので水中撮影も使いやすいのではないかと思いますまた6400万画素のセンサーは意外にも1.7分の1型とスマホのカメラにしては大きなセンサーを採用しており 暗いいい場所での撮影も強いとなっています。自分は毎年のように弓デジのスマートフォンを複数台購入していますが残念ながらこれまで購入した弓デジのスマートフォンはどの機種も暗い場所での撮影はかなり苦手なカメラとなっていましたですのでおそらく今年今回ご紹介している弓デジデバイソン GT 実機の方を購入しようかと思いますが購入しましたら交換の撮影暗い場所での撮影実際にテストしてみて 本当に使えるのかどうか確かめてみようと思っています。あとは風景撮影、それから狭い場所での集合撮影などにも使いやすい超合格レンズが搭載されていたり、マクロレンズ。このマクロレンズにつきましては2.5センチまで寄ることができるとなっています。先日 OP p o が発表した最新機種につきましてはもっとすごいマクロレンズが搭載されていましたが、こちらはあくまで普通のマクロレンズといった感じになります。あとはインカメラにつきましても、 比較的高画素の3200万画素のセンサーを搭載していますので、それなりに高解像度の写真が撮れるかと思います。ディスペイはこんな感じ。タフネススマホですので、おそらくこれまで弓出地はほとんど採用してなかったコーニングのゴリラガラスが採用されています。ディスペイサイズもタフネススマホにしては大型の6.67インチあり、かなり横長のディスペイとなっていますので、動画を視聴するにもちょうどいいのではないかと思います。 また、今回のモデル、特徴としましては、メディアテックの CPU ではありますが、とてもハイスペックなヘリオ G95 が搭載されており、先ほど少しご紹介しましたが、アンツッツのベンチマークで大体30万点ぐらい。これは、クアルコムのスナップドアゴンでいうと、どのぐらいのモデルに相当するかというと、最新の700番台、スナップドアゴン 765G ぐらいのスペックに相当します。ですので、極端に スペックが要求されるようなゲームでない限りは、どんなゲームでもサクサクプレイできますし、まだテストしていませんので何とも言えませんが、動画の書き出しなど重たい処理もある程度サクサクできるのではないかと思います。また意外にもメモリは 8GB と大容量のものを搭載し、内蔵ストレージも 128GB と十分な容量はありますので、この辺のメモリ周りも使いやすくなっています。おそらくこの 8GB のメモリというのは、 これまでユミデチが販売したスマホの中でも最大容量ではないかと思います。あと、バイプレーションのユニットにつきましても、割とこだわったユニットが搭載されているようです。この辺はもしかしたらゲームをプレイするために、より臨場感のあるプレイができるようになるのではないかと思います。また、ハイスペックな CPU を搭載している関係上、冷却システムもこだわっているようで、液体冷却のシステムを搭載しているようです。ただ、液体冷却と言いましても、 パソコンのように液体が流れているわけではなくあくまでヒートパイプを搭載しているというだけになりますので本当に長時間負荷のかかるような処理をしてしまう場合はある程度発熱によってクロックスもダウンしてしまうのではないかと思いますバッテリーにつきましては 5150mAh で 33W の急速充電に対応したバッテリーとなっています割と読み出しのバッテリーというのは急速充電に非対応のモデルが多かったんですが このモデルはかなりハイスペックなモデルということでこの辺のバッテリー周りの性能もかなりハイスペックになっています。あとは FM ラジオ機能が搭載されていたり何といってもこちらタフネススマホですので高い場所から落下させたりあるいは水没させてしまっても耐えられる構造になっています。昨年10は読み出しではないですが他の中華メーカーのタフネススマホを購入しましたが実際に分解してみますとかなり隙間があり 絶対にこれでは防水に耐えられないだろうというような構造をしていましたが、さすがにこれは弓出チの製品ですので、このモデルに関してはちゃんと耐えられるのではないかと思います。あとは防塵性能も搭載していたり、卓熱ス,スマホということで手袋を操作した状態でもある程度操作できる必要がありますので、割とインターフェース周り、特にボタンなどは主に搭載されています。例えば本体左側面にはこんな感じ。 指紋センサーがあり、その下に SOS のボタンがついています。これは単に SOS 用だけではなく、カスタマイズして別の機能を割り振ることもできます。反対側、本体右側面につきましては、ボリュームボタン、電源ボタン、そしてその下にはスマートキーといって、こちらも同じくカスタマイズすることのできるボタンが搭載されています。最近の Android スマホの場合、ボリュームボタン、電源ボタン、そしてそれに加え、 Google アシスタントボタンなどが付いているモデル多いですが、この製品については、あまり使用頻度の多くない Google アシスタントボタンは搭載せず、自由にカスタマイズできるボタンを2つ搭載しており、この辺はタフネス用途でなくてもかなり使いやすいのではないかと思います。あとは手袋をつけた状態でも操作しやすいディスプレイになっていたり、全体的にタフネスを強く意識したモデルではありますが、メモリ周りや CPU、そして バッテリー周りなどかなりハイスペックなモデルとなっています弓出地のスマートの中ではやや特殊なタグネスモデルという位置づけでありますがこれまで弓出地が販売したモデルで言いますといわゆる S シリーズ弓出地の中でのハイエンド機種の一つといえるとてもハイスペックなモデルとなっています時期はいつになるか分かりませんがこのモデルにつきましては必ず実機を購入して実際に使った様子などレビューしたいと思っています また現在 Amazon の方では財布はかなり少なくなっていますがこれよりも価格は少し安い昨年末に発売されたユミデジバイソンというモデルそのモデルであれば Amazon でも販売中です一応動画の概要欄の方にはユミデジバイソンの方の販売ページを貼っておきますのでなるべく安くてタフネスなスマートフォンを探している方そういう方はユミデジバイソンの方がいいかもしれませんその辺興味のある方は動画の概要欄の方からチェックしてみてください また、実況を購入しましたら、実況レビューも必ず行いますので、その辺も興味のある方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。